株式会社オパルスは、ビリちゃん、ことは田辺麻衣氏と頂き女子に関連する事件をもとにした映画、頂き女子の制作を発表しました。今回、予告編と撮影風景が初公開されています。この映画は、歌舞伎町から全国に広がった頂き女子リリちゃんとして知られる渡辺氏の事件を、彼女との面会や手紙のやり取りを通じて行われた詳細な取材をもとに、彼女のエピソードや演技の細部に至るまで再構成し、ナラティブ、フィクションとして描いた作品です。プロデューサーを務めるのは、渡辺氏の身元引き受け人であり、彼女のために情状証人としても法廷に立った立花直子氏です。彼女は新宿で15年間コンテンツ制作に携わる中で逮捕前の渡辺氏と出会い、その生き方や発言に共感し、共にこの作品を作ることを決めたとのこと。主人公のビリちゃん役にはアイドルグループレディレイビーのメンバーである月町英氏が抜擢されました。彼女はアイドルとしてのデビュー前から視野短歌を陣で発表するなど表現活動に力を入れており、現在も X、旧ツイッターで手書きの日記、今後自由日記を投稿するなど独自の言語感覚を持っています。渡辺氏の持つ複雑なパーソナリティに共感し、今回彼女の初主演が決まりました。いかが世間の反応です？こんなの誰が見たいんだ。需要があると思ってる時点で日本映画業界終わってるな。ホストに騙された女のサクセスストーリーかよ。映画にするとはね、どんなテーマで作るかによっては炎上必至だと思うけど。監督には相当な自信があるみたいだな。ヒーロー化されるのは勘弁してほしい。正直誰が見るのか謎なんだが。いただかれおじさん視点で作ってよ。プロデューサー、何やら香ばしい雰囲気が。犯罪推奨みたいね。映画誰が見るねん。金になるからとは言ってもひどいな。これはこれ作る意味あるの？被告にお金を払うなんて許されないだろう。東横のドンキにいた着ぐるみの子もグレーゾーンってだけで似たような話ありそうだな。マジでミリちゃんかよ。偉くなったもんだな。正直いらないと思う。誰が見るんだろうね。何が面白いのか全くわからない。動きが遅すぎてもう無理だろうな。子供の頃は親に利用され、大人になればホストに利用され、今度は投獄されて金儲けに利用される。結局この子は何のために生きてるんだろう。これは間違いなく滑る。かけてもいい。主演はフワちゃんにしろ。被害者いるのに実写化とか。こんなの映画にする日本はバカにされるやろ。詐欺師を取り上げるな。こんなのが感動物語になるわけないだろ。